ロープ。ロープとは、紐や針金などの細長い線に、または祖先を、さらに寄り合わせたもの,の。牽引や指示などを目的とするロープは、綱ともいい、縛るためのロープは、縄とも言う。また、登山の用途に用いるものをザイルと呼ぶことが多いが、これはドイツ語で、綱の意味であり、英語のロープと同義語である。繊維をより合わせて、太くして、 実用に供するものには糸、紐などがあるが、縄やロープというのはそれらに似てより太いものを言う。普通は紐をより合わせて作られる。素材としては、古来、鶴植物や、細長い鎖をそのまま用いたり、藁などのほかキー糸が用いられていた。時代が進むと、次第に、麻や白繊維や木綿が用いられるようになり、18世紀頃には、 鉄などの金属細線をより合わせたワイヤーロープが登場する。20世紀になるとナイロンをはじめとする化学繊維が開発され、古来より用いられてきた天然繊維にとって変わるようにいった。20世紀後半にはガラス繊維や高強度かつ高耐久性でありながら柔軟で軽い炭素繊維も実用化されている。天然繊維でできたロープを天然繊維削という。 化学繊維のそれと比べると、破断強度が1、3以下とあまり強くない。繊維をより合わせた糸、ヤーンをさらにより合わせて作った粉は、ストランドをより合わせたロープ。ヤーンとストランドのより方向を逆にしてあるため、簡単にはほどけなくなっている。3本のストランドをより合わせた3つよりが多い。よりの方向により、Z よりと S よりに分類されるが、 Z よりの製品が多い。網ロープよりやや硬い。また、よじれができやすい。ヤーンやストランドを編んで作ったロープ。筒状に編み込んだ外皮、マントルで複数のストランドを束ねて作った芯、カーンを覆う丸編みと S より、ストランド2本と Z より、ストランド2本を甲に編み上げた角編みに分類される。特に前者、丸編みのものは、カーンマントル構造と呼ばれている。 素材繊維が同一の場合、網ロープは、よりロープより伸びやすいが、金ク区の字に曲がって戻らなくなった状態のことや型崩れが少なく、荷重をかけた時のねじれやよりが戻る方向の回転を生じにくいので扱いやすい。同型のより構造のロープより効果である。岩登りや沢登りでの墜落、滑落防止のための確保、懸垂加工、荷上げ、救助、固定、 フィックスロープやチロリアンブリッジなどのルート作りに使われる。ロープ単体だけでなく、カラビナや加工機などの投板具と組み合わせることで、目的の機能を構築できる。競泳でのコース作りに使われ、コースロープと呼ばれている。ステンレス製のワイヤーに、消波効果を持つポリエチレン製やポリプロピレン製などのフロートを取り付け、水面に浮かせて伸ばす。 船、船舶では、古来、多種多様な用途にロープを用いてきた。現代では大荷重部に、金属ワイヤーロープ、巨具のほか、男性を要する用途や人手による取り扱いを要する用途には、ナイロンやポリエステルなどの化学繊維が多用されている。古くはズナ、友綱、友綱や、やい綱と呼ばれ、現代の船舶用語では、ホーザー、 ホーサーと呼ばれている船舶を経流する際に用いるロープは、その時代において、最も強度の高い素材が採用されてきた。現代の大型船経流用途のものでは、ナイロン系素材で 120mm、引っ張り強度300トン以上のロープが製造されている。運送時の荷物の荷造りなどに使われる。縄は人を縛るためにも使われる。これを金箔という。 罪人を捕まえる場合、その自由を奪う方法として、縄で縛るのがよく行われた。逮捕されることを、お縄というのは、これに起因する。古くは、補助術が発達した。また、日本の SM において、金箔は必須プレイとなっており、喫光縛りなどの様々な縛り方が考案されている。これは、第二次世界大戦後の SM 雑誌の発展に起因する。 もともと囚人を捕獲した、攻め絵思考から始まったものであるが、1968年、昭和43年に発刊した、SM マガジンにおける編集者、飯田豊和らを中心に次第に、縄目の美しさなどへのこだわから、より複雑なものに発展していった。その影響は、漫画など様々な分野にも見られる。プログラミングの世界では、文字列やデータ列をストリング、イトと呼ぶ。 ここから単なる文字列よりも高機能なクラスなどをロープと呼ぶことがある。縄は糸の発展形だからという一種のジョーク。日本では古くから道具として縄が使われた。古いものはアジアで最も古い1万6千年前の縄の跡が縄文時に残されている。縄を言うという行為は材料のクズやわら。 すなわち自然界の産物を収めて道具に変えるという神聖なものとして自然界を収める行為の象徴とされた。日本では人間の力の及ばない神、八百万の神を収め、その力を収める象徴として縄が用いられた。古くは日本初期にもそのような記述があり、オケ天皇の功に取決上崩者とあるめ縄を参照。さらに、 江戸時代には幕末まで、御古堂にて、伝説の縄の発明者かつ天使が和学として、花は保木市、花は忠富親子によって講談されていた。相撲の世界で、横綱が誕生した時に、部屋の者全員で、横綱の綱を言うのは、神とされる横綱の力を収めるためであり、日本の神社で神として祀られている者に、縄が巻かれていたりするのは、そのためである。また、 縄で囲って所有権を主張するのを縄張りと言い、現在では動物生態学用語にも縄張り行動として使われている。格闘技ではリングアウトなどを防ぐためにリングの外周をロープで囲んでいる。プロレスにおいては技をかけられている選手がロープを掴んだ場合、技から逃れることができるルールになっており、これをロープブレイクやロープエスケープ、または単に ロープと呼ぶ。ただし、特別ルールにより、ロープブレークが認められない場合もあり、これを、ノーロープルールと呼ぶ。ノーロープは、主にロープ自体が使われていないものや、ロープの代わりに、金網や有刺鉄線などが使用されているケースが多い。和風ルールでは、ロープブレークで、持ち点が一減点される。総合格闘技では、ロープブレイクは認められておらず、逆に恋につかんだ場合は、 反則を取られることもある。ただし、ロープ際での攻防が続く場合はブレークになる場合がある。ボクシングでは相手の攻撃を受け続けてロープにもたれかかった場合にダウンを取ることがあり、これをロープダウンと呼ぶ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。